今日の一押しテイクアウトグルメは野菜をふんだんに使ったお持ち帰りボックス。管理栄養士が手掛ける体に優しいメニューです。さいたま市中町の木漏れ日食堂プラス、女性を中心に健康を気遣う人たちが訪れる人気店です。こちらが木漏れ日食堂プラスのテイクアウトメニューの野菜たっぷりのお持ち帰りボックスです。カツオや昆布の出汁をベースに季節の食材にこだわって彩り豊かに盛り付けるよう工夫しています。今必要な栄養素を入れるようにしています。今ですと免疫力を上げるような食材、大豆製品や海藻を必ず入れるようにしています。安心できる食材を使うこと、あと添加物を使わないこと、最低限の調味料で美味しくできるように味付けは工夫しています。もともとはテイクアウトメニューとして販売していましたが、緊急事態宣言が出されて以降、店内での飲食時間を減らし、このお持ち帰りボックスが主力商品に。健康に気遣う子ども連れや妊婦さんにも人気です。給食がなくなっている分、栄養バランスが本当にすごい心配なので、ここはすごい栄養バランスというか、普段食べないの野菜とか考えてくださっているので、すごい助かります。通常時間で料理とかも大変なので、やっぱり買って安心できるものを食べられるのがいいですね。木漏れ日食堂プラスでは今後もテイクアウトメニューの販売を続け、座席数を減らすなどして対応していくということです。今自分たちにできることは何か考えながら迷いながら進んでるんですけど、とにかくうちのお店は体にいいは美味しいをコンセプトに料理を作っているので、お客様の健康第一に考えた食事をこれからもできる限り出していきたいと思っています。